来ましたね。冒険者協会に少々状況の複雑な依頼が届いています。我々の判断ではあなたこそがそれを対処するのに最も適したお方です。さすがはあなたですね。でははっきり言いましょう。今回の依頼者はリーユエから来ており、見た目が個性的な若い音楽家の方です。彼女は臨時の通行証を持っているのですが、もうじき期限切れとなります。追い出されないためにもこのことに詳しい方に頼んで再び手配してもらわなければなりません。そんながっかりした顔するなって。なんで厄介事を期待してるんだよ。でもリーユエから来た個性的な音楽家のお姉さんってどこ、あ、おいらわかったぞ。おや、お二方のお知り合いでしたか。その女性は依頼を出した後に天領奉行に向かわれました。そこで彼女に会えると思います。しかし最近は天領奉行も事務で忙しくしていると聞きました。彼女の問題を解決してあげられる時間はないかもしれません。もし本当にあいつだったら今頃天領奉行の入り口でロックしてるかもな。うい、でもロックはすごいんだろ。早く行ってみようぜ。万が一治安妨害で捕まってたらまずい。直感は鋭いぜ。あれ、旅人とパイモン、あんたらも稲妻に来てたんだな。異郷の地で友達と出会えるなんて。あんたらもしかしてライブを見に来たのか。だったらがっかりさせちゃうかもしれないな。はあ、話すと長くなるんだけど、イリデッセンスツアーって知ってるか。まあ知らなくてもいいんだけどさ、あたいも少し前に聞いたばかりだし。あんもう、よく考えたら最初からすごく怪しかったぜ。主催者側によると、その音楽祭はフォンテーヌが起源で、ティーワット大陸全土に知れ渡ってるって話だった。けど、リーウェ人は誰一人それを聞いたことがなくってな。そいつは、道の片隅に、夕暮れの実を売る人みたいにポツンと立ってて、だから、ついかわいそうに思って事情を聞いちまったんだ。なんていうか、お前っていいやつだな。そいつはあたいに資料をたくさん見せてくれた。イリデッセンスツアーは確かにフォンテーヌで最大級の音楽祭だったよ。その舞台に上がることができれば、自分の音楽が大勢の人に好まれてるってことを意味するらしい。おお、じゃあ一躍有名になれるじゃないか。そうだろ、あたいもそう思ったんだよ。もっと多くの人にあたいのロックを知ってもらいたい。だからあたいもイリデッセンスツアーに参加することにしたんだ。それで今年のイリデッセンスツアーは稲妻で開催されるらしくてな。申し込みをした後、全力で新曲のリハーサルをしたんだよ。より最高のステージにするためにわざわざ北斗さんに送ってもらって事前に稲妻まで来たんだよ。シャンリンも応援用の弁当まで作ってくれたんだ。それなのにあの主催者側の奴ら、あいつら途中で海難事故にあって予定通り稲妻に到着できなかったんだ。それであいつらが通りかかった漁港に稲妻まで伝言を頼んで、稲妻官兵がイリデッセンスツアー中止の知らせを出したんだよ。なんで中止なんだ。しかも参加するはずだったあたいがそのことを最後に知るなんて。主催者側が申請した通行証ももらえねえし、今ある臨時のやつももうすぐ期限切れになるし、本当についてねえ。
ライブに一番情熱的なのに一番厄介なトラブルに遭うなんて本当にかわいそうだな。はあ、これが音楽家の試練ってやつなのかもな。でもコンサートが最終的にできなくなるなんて状況は別に初めてじゃない。よし、愚痴はここまでにしよう。意気消沈するような話は終わりだぜ。立ち直りが早すぎる。あたいはロックミュージシャンなんだ。粘り強さこそあたいたちの魂さ。だからすぐに行動を起こすと決めたぜ。冒険者協会に行って助っ人を頼んでいる間、あたいは天領奉行に直接行って事情を聞く。同時進行で解決を図ることにした。でもあたいはもうここに半日も経ってる。天領奉行の武士たちが何をしてるのかわからねえが、ずっと忙しそうにしてるし、あたいに構う時間もないみたいだ。そんな、実は何もやることがなくてサボってるだけなんじゃないか。平気平気、外に出た以上困難はつきものだぜ。旅人、北斗さんからあんたはもう稲妻についてしばらく経ってるって聞いた。それなら現地のやり方を知ってるはずだよな。あたいを手伝ってくれないか。よかった。通行証のことが終わったらあんたにも情熱あふれる曲をお礼に作ってやるぜ。ん？また君か。さっき忙しいと言ったはずだ。あと少し待ってくれ。ちょっと待った、おじさん。今詳しい人が事情を話すから。九条サラ様。あ、君が上野行っていた旅人か。この外国のお嬢さんは君のご友人で。そうだぞ。こいつは他の奴らにすっぽかされたせいでここで立ち往生する羽目になったから、臨時の通行証の期限を延ばしてほしいんだ。外国人を困らせないためだと思ってさ、ここはなんとか頼むよ。少し誤解しているようだが、わざとお嬢さんを困らせているわけじゃない。今天領奉行は本当に上も下も大忙しなんだ。最近大きな問題があってね、我々も人手不足なのさ。このお嬢さんの問題を処理できないのは、彼女の前で待っている人が多いからではない。通行証を処理するような些細な仕事に誰も時間を割けないからさ。些細なこと？はあ、俺の立場からでは多くは言えない。九条サラ様なら中にいらっしゃる。直接聞いてみてくれ。君たちに事情を話すかどうかは上の判断に任せよう。本当に忙しかったのか。いいってことよ。おじさんもいろいろ大変だな。あたいは理解してるぜ。ここの武士たちみんな顔色が悪いな。まるで戦いにでも行くみたいだ。諸君、隊列を組め。戦闘部隊に続いて場外に集合だ。ん？旅人？それに他の方も。何か用か？構わない。お前たちがいきなり天領奉行府に来るなんて、何か厄介なことにでも遭遇したのか？何か私に手伝えることがあれば、言うといい。よかった。やっと判断を下せる人が来た。なるほど。お前の友人がせっかく稲妻へ音楽を披露しに来たというのに、そんなことに出くわすとは本当に残念だ。天領奉行は近頃人事異動が頻繁な上、厄介な状況にも見舞われている。人手が全く足りていない。早々にお前の友人の要求に応えることができなかったのは我々の手落ちだ。すまない。お前たちがこんなに慌ただしくしてるなんて珍しいな。何か大きな問題でもあったのか？そうだぞ。ただ適当に聞いただけで。大変な事情があったんだな。気にすんな。
あたいの来たタイミングが悪かったんだ。そうだ、こうしようぜ。お前はオイラたちに何が起きたのか話して、オイラたちができる限り手伝う。その代わり、お前は深淵のために通行証の延長を手配する。これでどうだ。あらゆる場面で人手不足の今、お前たちのような実力者の助っ人がいれば。分かった、事情を話そう。近頃荒海地域に突如名もない秘境が出現し、恐ろしい力を持った魔物がその中から次々と現れ始めたんだ。天領奉行は魔物の相手が得意なはずだろう。秘境は想定外の圧力となる。私もすでに偵察兵を調査に送った。もともとは私が直接隊を率いて現場に行くつもりだったが、前線に長く留まれば天領奉行府は誰も監督がいない状況になってしまう。そうなるのはいささか妥当ではない。あんたが欠けることで不足するのが戦力なら、あたいたちがそれを手伝う。これでいいんじゃないか。だろ、旅人。そうだな。オイラたちが手伝う代わりに、お前もオイラたちを手伝う。いいことじゃないか。その言い方はちょっと強引すぎるんじゃ。いや、感謝する。確かにそれが今取れる策の中で一番適したものだ。他のものであったなら、私は絶対にこの要求を受けない。だが、稲妻至高の神将軍様でさえも旅人の実力を認めている。お前たちに任せられるのなら私も安心だ。おいおい、あんたら稲妻ですごいことをやったみたいだな。確かに前にシャンリンからも聞いたことがある。あんたは大事をなす人だって。九条サラさん、あたいたちはこれからどこに行けばいいんだ。今すぐ現場まで連れて行こう。しかし私はこれまで現場に向かう時間がなかったゆえ、おそらく安全面については正確に予測できない。念のため各自戦闘用の装備と支援物資をできるだけ用意しておいてくれ。費用は立て替えてくれよ。いいだろう。ではすぐに府内に申請を。待ってくれ。通行証の手配って費用がいるんだよな。それを立て替えてくれよ。こっちの費用はあたいが受け持つからさ。そんなんじゃねえって。実は船を降りる前に北斗さんからモラを一袋もらったんだ。それを溜め込んどくのもあれだし、それにこんな面倒をかけたんだ。ちょっとは何かしないとな。袋の中のモラはあたいたちで分けようぜ。軍事手当ってことにしよう。本当に理解のある善良な方だな。いいってことよ、気にすんな。それであたいの通行証は。そのことは私が直々に手配しよう。安心してくれ。おお、ありがとう。決まりだな。じゃあ一緒に秘境を制圧しに行こう。ああ行こう。あたいも旅行に来た気分で見聞を広めに行くぜ。おい、あそこを見ろ。あの武士たちの様子ヤバそうだな。九条サラ様、お越しいただけたのですね。先ほど秘境の入り口から調査を開始したところ、魔物の襲撃に遭ってしまいました。全力を尽くしほとんどの魔物を秘境内に追い返したのですが、いくつか取り逃した魔物が南東方向へと向かってしまいました。負傷した仲間も多い状況です。私の独断で負傷者の手当てを優先すべきだと判断し、魔物を追いかけることができませんでした。誠に申し訳ございません。南東方向、まずい。道中には一般人もいる。各位、緊急事態だ。しばし兵を二手に分ける。私は逃げた魔物を追う。ここは皆に任せる。余計なお世話かもしれないが、くれぐれも身の安全には気をつけろ。安心しろ、オイラたちこういう経験は豊富だから。あ、そうでした。秘境からも時々魔物が出てくることがあります。入り口を守り、くれぐれも逃がさないようにしてください。さもないと。渡部、私の判断を信じろ。は、九条サラ様。ああ、言っちゃったな。
本当に厳格で引き締まった人だったな。あいつは部隊の指導者だからな。仕方ない。じゃあオイラたちも早く秘境に行って入り口を守ろう。また魔物がたくさん出てきたぞ。早く倒そう。聞いてるで。おっと、ガキ。やっ、料理の時間だよ。話が通じないなら叩くまででしょう。裁きのイカズチ。魔物が出てこなくなった。終わったのか。うん、地面に何かある。一枚の紙切れ。紙人形。武士が落としたお守りかな。この紙人形、伝説に聞く式神に似てるな。ああ、あたいは歌詞を書くためにいろんなところからインスピレーションを探してるんだ。テイワット各地にある伝説も結構研究したことがあるんだぜ。噂によると稲妻には武術を凝集した紙切れがあって、主と一緒に行動するらしい。中には妖魔を断ち切ったり、家族の健康を守る御利益があったりするみたいだ。聞いた感じ、リーユへの呪符とか戦術と似てるな。おい、なんだよそれ。オイラは専門的なテイワットガイドでお前の一番の友達だろ。それなのにオイラの戦闘力をバカにするなんて。待ってくれ、これを見ろ。この式神、動いてるのか。おーい、髪きれい、聞こえるか、話せるか、会話はできるのか。ここは、僕は意識を失っていたのか。まずい、僕は。あ、そうだ、お前たち、あの逃げ出した魔物を見なかったか。どこに行ったんだ。魔物ならさっきこの近くにいたけど、あたいたちがやっつけたぜ。はあ、ありがとう。奴らを逃さずに済んでよかった。万が一死傷者が出れば申し訳が立たなくなる。お前は式神なのか。あの怪物たちはお前が放ったんじゃないよな。あたいの知る限り式神は魔を駆除する存在だろう。あんた一体どうなってんだ。僕は式大将だ。すまない、初めて会うのに僕の未熟で見苦しいところを見せてしまった。みんなが今いるこの秘境は結録恩陽寮という場所だ。僕はここの寮師。寮内にある全ての事務を取り仕切っている。結録恩陽寮は僕と共に長い年月眠りについていた。しかし何日か前、この秘境が何らかの力の影響により、まさかまさか魔物を勝手に蘇らせ扉を開くとは。実は僕は一部の記憶が欠けている。覚えているのは目覚めた時に見た悪夢のような光景と、無意識のうちにそれらを止めようとしたことだけ。よもやあれらの魔物が倒されると紙札になるとは。その紙札を見てやっと思い出した。奴らが僕と同じくこの陰陽寮の陰陽術による造物であると。陰陽術の造物。何言ってるか全然わからねえ。すまない、今はまだ明確な言葉で説明することができない。僕は、すまない、式神として自分が漁師であることは知っているのに、主が誰なのか、作り出された目的が何なのか、そんなことさえわからない。なんという失態だ。つまりお前は自分がいいやつなのか悪いやつなのかもわからないってことか。でもきっと大丈夫だと思うぞ。記憶をなくしたやつは懐かしい場所に行くと何か思い出せるらしいからな。
お前も秘境に戻ってみたらどうだ？ああ、今音容量に戻るつもりだ。まだまだ自分自身に数々の疑問があるが、僕の力がこの秘境と同じ源であることは感じ取れる。それどころかここと一心同体の存在なのかもしれない。僕なら完全に制御することができるはずだ。なぜかはわからないが、そんな風に思える。式神は妖魔を退治する助っ人だってみんな言うし、お前はここの扉を守るために配置されたのかもしれないぞ。それに本にこういう話よくあるだろ。記憶喪失になった人がかつて自分が強大な力を持っていたことを忘れてしまうみたいな。でもそれを思い出した瞬間、天下無敵になるんだ。正直なところ僕もそのように思わなくもない。できることなら僕に協力してくれないか。つまり今やるべきことはお前の記憶を取り戻すことだな。記憶を取り戻したらこの秘境をまた制御できるかもしれない。そうしたら魔物ももう逃げ出すことはないな。旅人、ちょっとこっち。この式台書、今さっき目を覚ましたばかりで記憶を失ってるって、こいつの言ったこと信じてもいいと思うか？もし本当にこの秘境の門番だったらあたいたちの味方だ。でも、ああ、そうだな。誰かを陥れようと考えるのはダメだけど、誰も自分を陥れることはないと思って警戒心を緩めるのもダメだ。それに一体誰がこの秘境を建造したのか、なぜ秘境の中にこんなに多くの魔物がいるのか、この場所についてもっと知る必要がある。けどパイモンはだいぶこいつのことを信じてるだろう。どうやら子供みたいに純粋無垢な心を持ってるんだな。パイモン、ちょっと待ってくれ。状況が明確にならないうちは警察に行動すべきじゃないと思うぜ。ああ、僕も重々承知している。何せ記憶をなくした上にこの音容量と密接な関わりがある。君たちが僕に不安を抱くのは当然のことだ。なんならあたいがあんたの本心を試してやろうか。本心？なんかすごいことが起こりそうな予感がするぞ。あんたらは信じないかもしれないが、あたいみたいな音楽に熱狂的な奴らは肉眼では捉えられない特殊な言語を使えるんだ。この言語はあんたらにだって使うことができる。音楽を媒介して伝えるのさ。どんな言語なんだ？オイラにも聞かせてくれ。この言語はすごく誠実で、人の心の奥底にある最も正直な部分を動かすんだ。今からあたいがこの言語を使って式大将が信頼に値するか試験してやるよ。音楽？僕はその類のものを深く知っているわけではないが、試す必要があると君たちが言うならどんな試験でも受け入れよう。僕は目の前にある危機を解決したいだけなんだ。よし、じゃあよく聞けよ。どうだ、あたいの音楽にしびれただろう。でもお前一曲演奏しただけだよな。これって試験って言えるのか？さっきあたいが言った言語は曲の中に隠されてるんだ。あんたらには見えないが、あんたらの心の中に入り込んで考えを刺激する。異なる魂はこの言語に異なる反応を見せる。何を感じたかあたいに教えればあんたの魂が何色なのか判断できるぜ。うえ、そんなにすごいのかよ。優しい心、運命にもてあそばれ悪に染まった心、そして不幸に慣れてしまいとっくに閉ざされた心、
この3種類は全て異なる色をしてるんだ。あたいを信じてくれ。さあ、指揮大将、あたいの音楽から何を感じ取った？教えてくれるか？すまない、僕にはわからない。こんな曲調の音楽は聞いたことがない。その中に秘められた奥深さも理解できない。ただ僕の体が、魂が、いや、もし魂があるとするのなら、きっとこの旋律に動かされたのだろう。僕は君の描いた世界を見た。なんて言えばいいかわからないが、まるで何の目的もなく道をさまよい歩いているような感じで、辺りは霧に包まれていた。僕は傷を負っていて、頭に痛みを感じた。周囲の霧からはカサカサという音。僕は危険に陥ることを心配したが、他に手立てもなく、ただひたすら前へと進んだ。終点がどこなのか誰も教えてくれなかった。ただなぜか誰かが終点で待っててくれているような気がした。おお、一枚の紙切れなのにそんな多くのことを感じ取れるなんて、オイラが全然ダメダメに見えちゃうじゃないか。オイラなんてたくさんの人たちが一緒に魚を焼いてるところしか思い浮かばなかったぞ。焼き魚、実は僕もかすかにそのような場面を見たんだ。顔のぼんやりとした人と一緒に魚を焼いていた。その霧の果てにはかがり火があり、人々は火のそばに座っていた。捕らえたばかりの川魚を竹串で刺し、僕は一人の一般人として彼らと夕ご飯を一緒に食べたんだ。なんだか次の日になって太陽が昇れば、僕はこのかがり火を離れて歩き続けていくような気がした。終わらない旅路、戦ったりはしなかったのか？あたいの旋律を聞いても戦う場面が思い浮かばないなんて面白い。ん？戦いを思い浮かべるべきだったのか？いや、いいんだ。あんたはとてもいい答えを出した。以前何人かの友達にもこの曲を聴いてもらったことがあったが、正直あんたの答えは彼女たちとほぼ同じだ。豊かな構成と急変する天気があったのに、あんたは依然としてそのイメージを主張した。もしかしたらあんたの考え方はあたいの友達と近いのかもしれない。深淵の言った友達ってシャンリンと北斗か？そう、あいつらのことさ。志が同じなら進む道も同じって言うだろ。この答えであたいは指揮大将が信頼できるやつだって信じることにした。本当にいいのか？僕はただ適当に感想を言っただけだ。まさか君がそんなはっきりと僕を信じてくれるなんて。分かってねえな。あたいはな、音楽の中の言語を一番信用してるのさ。あんたが信頼できるやつだってそいつがあたいに言ってくれてる。そう考えてくれ。音楽は根拠のあるようなものじゃなく自由そのもの。指揮大将、あんたが何千もあるイメージからそれを選ぶことができたのは、あんたとあたいたちの間に縁があるからかもしれない。ありがとう、信玄さん。いいってことよ。あたいがあんたを信じると決めたのは自分自身の音楽性を信じてるからなんだ。音楽は友を呼ぶってな。あたいのちょっとしたおごりだとでも思ってくれ。そうだろう。あんたも音楽のセンスが良かったんだな。さすがあたいの友達。みんな、この恩は絶対に忘れない。記憶を取り戻せればみんなのために何かできるはずだ。まあまあ、別にあんたに手伝わせようと思ってるわけじゃないんだから、そう力むなって。今一番重要なのは状態を整えることだ。旅人、早速戦闘準備をして秘境の中の謎を解き明かしに行こうぜ。九条サラさんが戻ってくるまでに問題を解決できれば全てが丸く収まる。オイラたちみたいなレベルの冒険者なら
試し前だね。